ははい皆さんこんこにちは村長スタジオです今日はオーディオのアライメントということについて少しお話をしたいと思います。オーディオのアライメントってどういうことでしょうか一つの曲でボーカルのトラックが複数個あるような時ダブリングやコーラスそしてハモリそういうのがあってなおかつ歌い手さんが違うような時とっても節回しなどが違って。 なかなかアマチュアさんが揃えるのには難しいですよね。そういう時に QbasePro ーーバージョンでは標準でアライメントの機能というのがありましていわゆる節回しを揃えてくれるということになるわけです。スタジオワンなどでやりたいときは別のソフトが必要になったりします。別のソフトというのは私の場合はリボイス Pro4 というのを使っています。 これの廉価版ののソフトもありますので特にアマチュアさんが使うのにはシリーズの中でもいろいろグレードがあるのでまた概要欄にも貼っておきますのでチェックしてみてくださいこのようなボーカルが6個のトラックでできているという楽曲がありますこれをちょっと聴いてみましょうまずは 何もやっていないで並べただけというもので生徒さんから相談がありましたもちろん自分なりには編集してみたということなんですがこれでは OK が出しにくいですよねということでお話をした状態で預かったものですちょっと聞いてみましょうわかりやすいところから聞いていただきますビッショになるまで こういうような状態です。アマチュアさんが作っている楽曲としては、絶対ダメというわけではありません。でももっともっとよくできるんではないか。ということです。まずはボーカルアライメントをしていくときには、一番大事なのはガイドになるボーカル。ここでは今、色を変えますが、赤いトラック。これが基準になりますので、 これをまずしっかり合わせていくということです。ベンドツールを使いまして、まず揃えました。ちょっと見ていただきましょう。この84小節のところをご覧ください。このようにボーカルがかなり突っ込んでいますよね。そしてその他のところでも、このように先頭がかなり小節に対して突っ込んでいたり。 これも走っています。このようにありましたものを、私が修正を加えました。例えばこのようにですね、この小説の頭が、このようにきっちりタイミングが合っています。そしてご覧になってわかるように、いらないところはブロックにきっちり分けていきます。例えばこの先頭にも空白がありますが、こういうところもきれいに揃えていきます。 分かりにくいときは大きくしましょう。このように準備をしましたら、リボイスプロをかけていきます。選択をしましてスタジオワンの場合、オーディオメニューからリボイスプロで編集というのをします。するとこんな小さなダイアログが出てきますので。 3つボタンがありますが、真ん中のボタンでスタートします。はい、見てください。この時に一番上のトラックがガイドでしたので、これをこのように選択をします。そして、B のキーを押すと、このようなダイアログが出てきますので、一番上を APT というのにします。 そしてここはセレクテッドオーディオそのままでいいですが、今回はファクトリプリセットのスマートアラインのタイトネスタイミングというのを選択します。そしてここにノープロセスグループとなっていますが、これをニュープロセスグループというのに変更します。このように選択しましたら、ここはあまり考えなくていいです。 ガイドが元になってることだけ確認しまして調整したいトラックは5つありますナンバーオブプロセスというのがありますのでここを5というようにしますそしてニュープロセスというのを押すわけですしばらくすると赤いギアのような絵が回転しますこれがなくなると終了ということですそこから私の方でバランスをとったり ファンを振ったた。り、このようにししてみましたそしてなおかつこのようにブレインワークスのマスターデスクで簡易なマスタリングをしましてそしてこのようにシャドーヒルズのコンプレッサーをかけてみましたあの有名なコンプレッサーですねあとはイコライザーでちょっと気になるところを修正したわけですそして BXXLV2 で。 MS 処理でリミッターをかけています。そして音を調整しながら、このようにメトリックの AB で分析をして、ラウドネスを管理しています。ちょっと聞いてみましょう。このようにマイナス12、13に調整しましたが、ちょっと高いかもわかりませんので。 アウトプットで落としてみます。いはい、これで今、マイナス13ぐらいに落とせましたね。じゃあ、これでマスタリングも基本的には終了しましたので、ちょっと聞いていただきましょう。 はい、最初節回しが随分違った音源もこのようにボーカルがきっちり整ったらとっても聞きやすくなりますよねボーカルアライメントというのは多分使っている人は使ってるんでしょうけれども YouTube などを見てもほとんど情報がありません。んなーーなどどどににははいいているののもかかかわらず、その解説などはほとんど見かけません。 皆さんもちょっとボーカルアライメントということに。特にアマチュアさんが多人数で歌った時ですね。そういう時に活用してみるのもいいと思います。ご視聴ありがとうございました。尊重スタジオでした。